今日の飲むかの Vlog は甲府市春日通りにある福寿司からお送りします。今日の予約ありがとうございますね、はい、今日は、一番うちで人気のあるコースを用意しておきました。うちは寿司屋なんですけど、できるだけ山梨県産ということにこだわらせてもらってます。で、山梨県の、農家さんが育ててくれた今日は、春キャベツと、パプリカトマト、あとはディップはうちのネギ醤油っていう商品がありまして、それにオリーブオイルでちょっと食べやすくはしている状態で仕上げてます。で、このピンクの器ですね、これは今時期が桜エビが美味しい時期なんですね。で、桜エビをオリーブオイルでおせんべいにしてます。これお寿司にしてもうまいんですけど、つまみなんかにもすごく合いますので、ぜひそれは食べてほしいということで、あとこの小さいのですね、それですね、これはうちの漬けチーズを入れた、チョコット茶碗蒸し、ちょっとそんな感じからスタートということになります。じゃあ飲み物の方を聞きますけど、どんな感じにしましょう。グラス置いてあるんですけど、ワインも置いてるんですか？あります。やっぱり山梨なんで、はい、山梨の日本酒もありますし、山梨の焼酎もあります、山梨のワインもあります、当然白州のハイボールもあります。ただやっぱりね、やっぱりワインを飲む方が多いので、今日はワインをよかったらと思ってます、はい、よかったら選んでください。いいですか？ぜひ選んでください。選びます。ワインセラーってこれですか？そうですよ、よかったら好きなの選んでください。はい、ありがとうございます。すごい山梨のワインがいっぱいありますね。うん、全部山梨県産のものですね。好きなの本当いろんなのあるんですけど、選んでください。はい。これ総理官邸に置いてあるやつですか？さすがですね、よく知ってますね。今ホテルオークラさんと総理官邸で使ってると言われてるワインです。じゃあこれにします。じゃあいきますね。いただきます。いただきます。はい。美味しい。美味しい。これが総理官邸の味ですか？これチーズ入ってるんですか？漬けチーズっていうのが、マグロつけるんだけどチーズもつけちゃうんですよ。それがこれです。へえ。売ってるんですか？売っちゃってます。和食とチーズの融合も考えたんで、いろんな食べ方した方が楽しいと思うんですね、だから食べて楽しいをイコールでつなげたいと思うんですよ。だからいろんなことをやります、面白いこと。桜えびも今の時期しか出ないんでね、オリーブオイルでおせんべいにしていくんですけど、歯ごたえと甘みが出ますから。美味しいね。茶碗蒸しのチーズ珍しい、初めて見た、桜えびもすごい美味しい。わさび好きかな、どう？わさびが苦手だったら少なくするけど、これが漬けチーズの今度はわさびと合わせてもらうんですけど、これもお酒ワイン問わず全部合うんで、これこのまま一緒に食べてみてください。ちょっとこのまま行ってみて。いただきます、いただきます。で、噛みながらお酒を飲んでみて、すごい口の中で混ざり合ったところもまた美味しく感じると思います。うまいでしょ。美味しい。で、今度次ちょっと炙って出します。炙る。漬けにしてたからお醤油がちょっと焦げるんですよね。焦げた感じがまた美味しくなるから、ほんのちょっとだけだけど伝わるかな。これ匂いがすごくいいんだけど、いい匂いする。いい匂いしたでしょ。いい匂いします。匂い、香りがいいから、でこれもその口の中でこう舐めながら食べながらワイン飲んでも合います。どうぞ。いただきます。美味しそう。どう？めっちゃ美味しい。溶けますね。はい。さっきと比べ。このチーズがこっちです。茶碗蒸し入れたのはこっち。違うんですね、こっちが今食べた。
どっちもやっぱりマグロを漬けにするっていうのが、うん、あの基本なので、うん、お寿司屋発信で出してるチーズですね。へー、はい、美味しい、めっちゃ美味しい。合うでしょ、すごい合いますね。はい、王者はこれエイジングしたゴトレットマジだよ。そのまんま、いいんですか、うん、あのね、はい、手渡して食べてほしいから、そのままいきましょう。ちょっと大きいかな。はい、どうぞ。はい、アジをね、1週間エイジングをしといたの。エイジングっていうのは冷蔵庫で氷と合わせて、あの氷温な状態でしまっておきます。歯ごたえと甘みが全然違うと思うんだけど、アミノ酸っていって旨味成分がいっぱい出てきてる状態が一番いい状態で、そこまで持ってったんですね。あとこれはお醤油ではなくて、あの山梨なんでワインとか、あのワインビネガーとか使った、僕が作った山梨県産のワインで使ったポン酢です。うん、すごい甘いですね。甘みと歯ごたえがまたあるでしょ。歯ごたえがすごい。しっかりエイジングすれば歯ごたえって残るんですよ。はい、どうぞ。じゃあこのままいきましょう。いただきます。めっちゃ美味しそう。やばい、やばい。はい、よ、いただきます。やばい。お肉が、おいしい。旨味がこう混ざっちゃって、いい感じでしょ。やばい、やばい。涙ぐんでる感じがいいね。あのお醤油で炊き込んで作ったっていうお肉がやっぱりアクセントにはなってるね。あとウニの甘みが出てるから、うん、ダブルの甘みっていう感じ。シャリも甘いでしょ。甘いよね、うん、すごい美味しい。やばい、めっちゃ美味しい。お肉が甘いですね。ウニも甘いですけど、うん、だからあの、いや全部うまいんですけど。全部うまい、結果全部美味しい。いや結果全部美味しい。今日は甲府市春日通りにある福寿司からお届けしました。ここでしか食べられないお寿司がありますので、皆さんぜひ来てみてください。イエーイ。